アーレーバーク級ミサイル駆逐艦アーレーバーク級ミサイル駆逐艦アーレーバーク級ミサイル駆逐艦はアメリカ海軍のミサイル駆逐艦の艦級。元来は防空艦の任務を想定していたが戦略環境の変化に伴い現在では海賊の取締りやトマホークによる対地攻撃など様々な任務を遂行している。高価なイージス艦ではあるが効率的な設計により 実に70隻以上にも及ぶ大量建造を実現した。これは第二次世界大戦後にアメリカ海軍が建造した水上戦闘艦としては最多である。2005年にスプルーアンス級が全艦退役したためアメリカ海軍が保有する駆逐艦は本級とズムールと級のみである。1970年代後半アメリカ海軍は 1980年代から1990年代にかけて、慣例30年に達する58隻に及ぶ、防空艦を更新するための新しい駆逐艦の計画に着手した。更新対象とされていた艦と、慣例30年に達するタイミングは、下記の通りであった。1978年度より、新しいイージス艦である、タイコンデロガ級の整備が開始されていたが、 これは、極めて高コストの艦であり、このように膨大な所要を満たすことは困難であった。また、同級はもともと、5千トン級の小型安価なイージス、駆逐艦、DG、イージスを起源としつつも大型化を繰り返し、9千トン級の巡洋艦へと発展していったという経緯もあり、イージス艦を小型安価に収めることの困難さは明らかであった。このことから、 海軍作戦部長府、アプナブにおいて1978年5月より、フォンテーム少将の指揮下に設置された DDX 研究グループにおいては、ゼロベースでのコンセプト開発が行われた。この研究では、タイコンデロガ級と、キット級ミサイル駆逐艦、スプルーアンス級駆逐艦、オリバーハザードペリー級、ミサイルフリゲートという4つの現用艦を含めて、11、 の試案が作成された。これらの試案は、すべて62合計 76mm 単装速射砲を艦砲としていたが、その他の装備については、極めて多彩であり、ペリー級の船体を延長して、VLS を追加しただけの満載4690トンの、アン、FCS は、MK92 のみから、タイコンデロガ級からヘリコプター格納庫と52番砲を、省くなどして、 ダウングレードした満載9060トンの案、イージス艦まであった。その検討結果は1979年6月に報告され、これを踏まえて8月より海軍作戦部長トーマス・ヘイワード大将は次期ミサイル駆逐艦 DDGX の研究を開始させた。DDGX 研究にあたって海軍作戦部長は戦闘能力を最優先、取得性、性能、 残存性の重視、艦隊における分散的攻撃力としての機を方針として掲げた。これに基づき、DDGX は排水量3500から7800トン、5500から6500トンが望ましいで、コンセプトは下記のように策定された。DDGX の実行可能性研究は通例通りナベシーによって行われた。 この研究の対象となる試案は、巡洋艦級、シップ1、先進的な電気推進艦、シップ2、中型艦、シップ3、小型艦、シップ4、そして、VLS 搭載フリゲート、シップ5に、カテゴリー分けされたが、実際には1、3、5番目の艦のみが開発された。この研究は、トレードオフ分析によって、1990年代において、 最適な水上戦闘艦のコンセプトを策定するためのもので、スパイマイナス -1 に代わって、C1 ドレーダーや回転式のレーダー、さらには、ターター、D システムまで、検討の素上に乗せられるほどであった。これらの試案は1979年12月までには、完成し、1980年1月に報告された。は7400トンのイージス艦である 3A 案をリコメンドし、 海軍作戦部長もこれに同意した。1981年、レーガン政権下で、レーマン海軍長官は600隻艦隊構想を掲げており、海軍力の増強が求められるようになった。また、ソビエト連邦軍による軽空脅威の増大も踏まえて、大根デロガ級の建造数増加がなされていたが、レーマン長官は、さらなるイージス艦の増強を求めていた。 この情勢を踏まえて、1981年4月、アメリカ議会予算局は、1990年代における、水上戦闘艦という報告書を上呈した。この中で、DDGX とタイコンデロガ級、またタイコンデロガ級の計画段階で検討されていた、改め、バージニア級、CGN-42 級、そして、DDGX より、小型、 高速で6インチ砲搭載の外洋駆逐艦、ダジーの4案を代表例としてトレードオフによる検討を行った。これを受けて、海軍では、タイコンデロガ級と DDGX による構成を、戦士、DDGX 研究を踏まえた実用艦として設計されたのが本級である。一番艦 DD、DDG-51 が1985年度計画で発注されて、 建造が開始された。RA ーーバーク級は、その後も、継続的な解説系を受けており、フライトとして区別されている。最初に建造されたのが、フライトアイバが、2番艦、バリー、DDG-52 では、早速、ヘリコプター艦板でのランプスヘリコプターへの補給に、対応するという改良を受けており、フライトアイ A として区別された。また、マハン、 DDG-72 号は、ジャッキズやテイディクス,スビーへの対応、アン、SL9-32、V3 電波探知妨害装置の搭載、トマホーク巡航ミサイルの運用に対応した、電波方向探知機の搭載、SM-2 ブロック4ミサイルの運用への対応を図った、フライト、A となった。1988年、海軍作戦部長は、 R.A. ーーバーク級の全面的な解説系型として、フライト E の設計を命じた。ナベシーによって作成された試案では、タイコンデロガ級と同様に、VLS のセル数を122世に増やすとともに、ランプスヘリコプター2機の搭載能力を付与し、満載1722トンとなる予定であった。ただしこれはあまりに効果として建造されなかった。その後、 1991年には DDV ディストロイヤーバリアント研究が開始された。これはコストパフォーマンスに優れ、また湾岸戦争の戦訓を反映した駆逐艦を求めた研究であり、上記のフライト EE にあたる DDVH をハイエンドとして VLS のセル数を96セルとするなど多少コスト低減を図った DDV-9 から対空兵器はラムのみとして、 VLS を8セルまで削り、手機やソナーをペディー級と同程度までダウングレードした連価型である DDV-1 まで10個の試案が作成された。研究結果は1992年2月28日に報告され DDV-9 が採用されることになった。これが具現化したのがフライトイヤである。 フライトイーヤーの建造は1994年度より開始され、2005年度で一度中断した。本来はここで打ち止めになるはずだったが、ズムールと旧ミサイル駆逐艦の建造数削減に伴って2010年度より再開されおり、これ以後の建造分はフライトイーヤーリスタートと称される。また、同年度で CG-X 計画が中止されたことから、 その代替も兼ねて、2016年度からは、フライト E の建造も開始されることになった。これは1988年に検討されていた案と、直接の関連はなく、フライト EA をもとに、装備の更新などを図った改良型となる予定である。本級は、ローコンセプト艦として設計された、オリバー・ハザード・ペリー級、ミサイルフリーゲートより、ハイコンセプト艦として設計された、 タイコンデロガ級に近い中東コンセプト MID ミックス艦として設計された。本級の設計を特徴づけるのが幅広の船体である。従来の米軍艦では L、B 比の大きな細長い船体を採用していたが、特に第二次世界大戦後、アメリカ海軍軍人が同盟国やソビエト連邦の艦艇に便乗す機会があった場合、 自国間より高天時の乗り心地が良いことが実感されていた。このことからソ連感染の研究成果や1960年代に NSRDC ネーバルシップリサーチディベラップメントセンターで行われた研究を踏まえて LB 比が小さく幅広でトランサムに顕著なフレアを付しカンシュガー形状も従来の U 型ではなく V 型にし キールの上への反り返りも従来より、管備側から始まるにして、ビルジもより厳しくするなど、従来と大きく異なる設計案が作成された。しかしこの設計では、従来型の船体よりも増波抵抗が大きいという問題があったことから、ナベシー部内では、これと合わせて従来通りの細長い船体の案も検討された。この時点で一番感が、 アーレバーク提督にちなんで命名されることは決まっていたことからバーク提督の31ノットバークという異名に合わせて高速性能に優れた細長い戦隊の方が良いのではないかという冗談も飛ばされた。しかし結局いずれも一長一短でこうつつけがたかったために最終的にコイントスで決定されたという冗談のうなエピソードがある。 その後建造されたイージス艦が基本的に本艦をタイプシップとしていることからある意味一枚のコインが現代軍艦の歴史を決めたとも言える。この幅広船体は確かに平水中での速力に劣る面はあったが一方で高天時の速力維持という面ではむしろ有利でありネームシップの海上講味では箱を、風速60ノットという螢烈な海峡においてすら 30ノットの速力を維持できた。なお幅広、船体によって増大した抵抗を少しでも低減するため、完備にはウェッジが付されており、後には燃費改善のため固定フラップも備えられた。また、スプルーアンス級やタイコンデロガ級と同様に、フィンスタビライザーは備えられていないが、本級では火事に、弦、ゆら機能が組み込まれている。 建造費削減のために配管などの部分をスプルーアンス級と共通にしたり、内過程を廃止して7メートル級複合艇を搭載するなどの工夫をしている。イージスシステム関連の重量の問題から各所で軽量化に気を配っており、例えば投げ用病装置は、主以り、副以り、用病規格一機という同規模の艦に比べて貧弱なものになっている。これは海上自衛隊では、 2000トン程度の小型艦、オツ型護衛艦ででのみ用いられる方式である。DDGX 研究では、生産性の向上も対象になっており、その成果は本級にも盛り込まれた。外見上の特徴となっているのが、傾斜線形で、これはレーダー反射弾面積、RCS 低減のために導入されたものあった。また扇質がコーナーリフレクターのような効果を示すのを防ぐため、 幻想には金属のメッシュが施された。マストも従来までの骨組みが剥き出しの伝統的なラティスマストではなく平面を組み合わせた新型のマストとなっている。高端性の観点から本級では主戦隊のみならず上部構造物も全構成とされた。ただし、傾斜線形の採用による上部重量増大に対応するためマストや煙突には アルミニウム合金が使用されている。また、タイコンでロガ級や回収後のスプルーアンス級と、同様に、本級でも水曜区画には、装甲が施されており、戦闘式所周囲の70トンを含めて、完全体ではケブラー及び、プラスチック走行合わせ130トンに達する。主戦隊内は12の主角壁により区分されている。本級は、アメリカ軍艦として、 初めて包括的な NBC 防護を導入した。艦内は、予圧され、独立した旧排気系を備えた複数のシュタデルに分割されている。基本的な機関構成は、スプルーアンス級、タイコンデロガ級のものが踏襲されており、GE-LM2500 から30がスタービニエンジン4機を、コガーグ方式で組み合わせて、可変ピッチプロペラに軸を駆動していい。 本級では出力向上型のモデルが採用されており、当初はこれに合わせて推進機の新規開発が必要と見られていたが、後に既存の推進機でも対応可能であることが判明した。開発段階では、後続距離延伸のため、ガスタービンの排熱を回収して、蒸気タービンを駆動するレーサー、ランキネサイクルエネルギーリカバリーシステムの採用が検討されており、 後日装備も予定されていたが、開発の遅延のために放棄された。基幹区画は、高換性に配慮して、シフト配置とされており、第1.2機械室の間に、中間区画として、補機室を配置して、高換性を確保している。本級では、中間区画の長さを十分に確保できなかったことから、核壁に特殊な対弾防御などの措置を講じているとされている。 電源はアリソン 501K34 がスタービン発電機2 5 0 0ットを採用するという点ではタイコンデロガ級と同様だが搭載数は3機に削減された。1号種発電機は第1機関室、2号種発電機は第2機関室、3号種発電機は後部発電機室に設置されている。またフライト E では発電機の出力は1機あたり4 0 0 0ットに、 増強される予定となっている。蒸気の経緯より、本級の中核的な装備となるのが、イージス武器システム AWS であり、搭載しているすべての戦闘システムは、AWS の戦術情報処理装置である、指揮決定システム C&D および部管制システム WCS に連接されている。AWS は、継続的な改良を受けて、多数のバージョンが生じており、 これらは大まかにベースラインとして区別される。本級の心臓時に搭載されていた、あるいは搭載される予定のベースラインは下記の通りである。このうちベースライン4搭載艦のシステムは後にベースライン5フェーズ E にアップデートされた。そして2012年度より着手されたイージス近代化改修、アモドにより既存のすべての艦のシステムがベースライン QC に アップデートされる予定となっている。なお、上記の通り、フライト E では、ジャギズやテイディクススビーが搭載されているが、リンク16機能については、ベースライン5フェーズ E にアップデートされた際にバックフィットされた。また、DDG-58 以降では、海軍戦術情報システム、NTDS を、もっと5にアップデートしているほか、ベースライン7フェーズ IR からは、 共同光線能力、セックに対応し、ベースライン級でにフック CEA に対応した。AWS の中核となる多機能レーダーは、アン、スパイ -1 で、固定式4面のパッシブフェーズドアレー、ペサアンテナは、環境構造物周囲に固定装備されている。これは、タイコンデロガ級のスパイ -1A、B に準じた性能を備えているが、上記のように、 環境構造物に4機すべてをまとめて搭載するなど、配置の合理化により、A、B 型に比べ小型軽量となっている。また、ベースライン6フェーズ E からは、低高度目標の探知性能に優れたスパイ -1D、V に対応したほか、ベースライン9、CR3、アッコブ12以降では、レーダー信号処理装置として、マルチミッション新処理装置、マルチ、 ミッションシグナルプロセッサー、MMSP が採用される。さらにフライト EE では、アンテナを、アクティブフェーズドアレイ、ASA 方式に変更して、新開発された、AN、a ス SPY-6&IS に変更される予定となっている。また、低空計関用として、13番艦までは、回転式アンテナのアン、s p q 9, 9の能力向上型が、搭載される予定だが、 それ以降の艦では、イルミネーターの機能も組み込んだアク x の採用が予定されている。艦対空ミサイルとして SM- 2発射機として MK-41VLS を採用したのはタイコンデロガ級と同様である。ただし本級では、船体規模に合わせてセル数を若干削減し、全艦板に29セル、5艦板に61セルを搭載している。 このセル数は、建造当初に最重要視されていた、対空戦シナリオである、弾薬再補給前に、核数配よりなるソ連の2回の航空攻撃に対し、空母戦闘軍、現空母打撃軍内の一防空艦として対処する、という状況に対処することを目的に決定された。また当初のフライト IE では、前後それぞれ3セル軍のスペースを、再装填用クレーンに転用していたことから、 上記のセル数となったが、再装填作業が実用的でないと評価されたことから、フライトイーヤでは廃止され、その分はミサイルセルによって充足されている。また、制御盤などについても差異があることから、AWS ベースライン4、5と組み合わされているものは、ベースラインイーヤだわ、E、モッド、2、AWS ベースライン6と組み合わされているものは、ベースライン4、V、 もっと7、AWS ベースライン7と組み合わされているものは、ベースラインバイ、バイとされている。もっと15 SM、SM-2 は、当初は、ブロック E が搭載されていたが、AWS ベースライン5で長射程型の、ブロック4に、またベースライン7で、ブロック5及びブロック E 場に対応したほか、ベースライン9以降では SM、SM-6 にも対応する。また、 VLS ベースライン分より SM 股間防空ミサイルの運用に対応したことから従来は2機搭載されていたファランクス20マシュダブリュス MK15 は35番艦以降では省かれることになった。ただし後部の1機については後に順次搭載されたほか57番艦以降は収益時から搭載している。なお、 艦対空ミサイルの終末誘導を担当するのが MK-99 ミサイル射撃式装置で、本級の場合、アン・ s p g 6 2イルミネーターを環境上に1機、上部構造物後端に2機の計算機搭載した。一部の艦にはイージュス b m d システムを搭載し、SM-3 弾道弾迎撃ミサイルの運用に対応する回収がなされている。 この回収は、タイコンデロガ級が先行したものの、本級でも、一部の艦で、弾道ミサイルの補足、追尾のみを行うイージス BMD3.0、E システムが搭載された後、2006年には、ミリアス、ステザム、カーティス・ウィルバーがイージス BMD3.6 システムを搭載した。二千十二年五月の時点で、十九隻が BMD3.6 システムの搭載回収を受けて、 いいたとされている。これらのイージス BMD システムは、従来はイージス武器システム AWS とは別個に進化してきており、BMD 任務実施中は AWS による防空を行えないという問題があった。これに対し、AWS のベースライン9では、対空戦 AW とミサイル防衛 BMD の機能を両立したアインド機能が実装される予定であり、 BMD システムのバージョンとして5.0と称される。対戦戦装備は、当初は、基本的に、スプルーアンス級、タイコンデロガ級の高機立て造艦の構成が、踏襲されており、ソナーとしては、バウドームに収容された案、SQS-53 シート栄光式の案、SQR-19、水中攻撃式装置としては、m k 1 1 6 m o r 7を搭載し、 これらを連接するアン、SQ9-89V4、6統合対戦システムを備えていた。またアン、SQS-53 は、後に、機雷探知用のキングフィッシャーな歌集派発機を追加した、アン、SQS-53C、V1 に更新された。その後、フライトイヤでは、航空偽装との兼ね合いもあって、 戦海域では使いにくい栄光ソナーが省かれたこともあり、アン、SQ9-89 は、V10 ないし14となった。その後、2009年9月より、DDG-87 を皮切りに、分散システム化するとともに栄光ソナーを、アン、SQR-20 またに更新したアン、SQ9-89A、V15 の搭載が開始され、これは、 アモド回収にも盛り込まれた。また、対戦兵器としては324立方ミリメートル連装魚雷発射艦を装備したほか、VLS からブラ対戦ミサイルを発射できた。なお、DDG-91 から96では、右舷側に大気雷専用のの無人潜水機の格納庫が設けられており、2007年には DDG-96 で、 試験は行われたものの、これは装備化されなかったことから、間もなく撤去され、スペースは別の用途に転用された。トマホーク武器システム TWS は、長距離の対地集中精密攻撃を担当する武器システムであり、従来は空母や戦団などのハベ護衛という主制的兵種に甘んじてきた水上戦闘艦に、構成的兵種としての地方を付与した本尊である。 DDGX 研究において TWS は構成的な長射程の武器システムとして本級のコンセプトの筆頭に位置づけられており VLS にトマホーク巡航ミサイルを収容、発射することができる。その完成のため DDG-81 から95ではトマホーク武器完成システム案 SWG-45TWCS のみが単体で搭載されたが 以後の艦では、艦の戦闘システムに連接された。なお、対艦兵器としては、フライト IE では、艦の中部に、ハープーン艦対艦ミサイルの4連装発射塔2機を装備した。コストの面から、フライトエアでは搭載されなかったものの、必要時には搭載できるようにスペースは確保されている。艦砲としては、 選手廊甲板上に54口径 127mm 砲 MK45MOD1 に5インチ砲を搭載しており、また DDG-81 以降では62口径 127mm 砲 MK45MOD4 に更新された。標準的な弾薬搭載量は600発である。射撃式装置としては、 MK-46 モッド1光学砲位板と MK-160 射撃板から構成される MK-34GWS を備えており、アン、SPS-67V3 対水上捜索レーダーやアン、スパイ -1 からの情報も利用できる。また、米艦コール襲撃事件を受けて、近距離用に75口径2 5ト、mm、ル、 単装機銃2機と 12.7mm 単装機銃2機が追加装備された。電子戦システムとしては、フライトアイでは電子戦 CM 専用の案 SL、SL9-32V2 電波探知装置が搭載されたが、フライト E 以降では電子攻撃を兼用できる案 SL、SL9-32V3 電波探知妨害装置に変更され、また、フライトアイでも、 あとに別体のサイドキック電波妨害装置を搭載して電子攻撃を兼用できる案 SL9-32V5 に回収された。またアモド回収では新型のスープ電波探知妨害装置への換装が盛り込まれており、フライト EE では当初よりこれを搭載する予定である。デコイ発射機としては、 古典的な m k 3 6モッド、1 2スバックのための MK1376 連装デコイ発射機4機が搭載されたほか、アン、SL9-39 デコイ V、またナルコアクティブデコイ専用の MK53 発射機も追加搭載されている。またトマホークにも艦隊艦仕様があったことから、その射撃のための長距離作的手段として、 DDG-72 から78では、長距離の無線方向探知が可能な案、SRS-1A が搭載されたほか、DDG-96 から104でも、コップルー、コーポラティブウッドボードロジスティックスアップデート、フェーズアイ仕様の派生型が搭載された。またその後の間には、ン s、AS、s q 1 3 0サス、シップシグネレックスプロイテーションシステムが、搭載されている。 上記の通り、当初のフライト IE では、艦載機のための格納庫は設けられていなかったが、戦備艦舶はヘリコプター艦舶とされており、ヘリコプターへの燃料、武装の補給は可能であったほか、戦術後方装置、他艦やランプスのためのアン、S99-28 データリンク装置は設置されていた。そしてフライトイヤでは、湾岸戦争の経験を踏まえて、 SH-60B、または、MHz-60R ランプス MKE ヘリコプターに気分の格納庫が設置され、これに伴って、ロスト、リカバリーアシスト、セキュアトラバース着艦誘導、高速装置が搭載された。これにより、ーステート後の海峡までヘリコプターの運用が可能となっている。また、MQ-8 無人航空機の運用にも対応している。 なお、艦の魚雷発射艦用トランクスヘリコプター用と、兼用で、単魚雷40発分の卵が設けられているが、ここには、ペンギンソラ対艦ミサイルや、ヘルファイア対襲艇ミサイル、ラウマイナス 6870mm ロケット弾、25mm 機銃弾や 40mm グレネード弾も、収容できる。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。